近づくよ、グッドイブニング。どうも、たくあんボーイです。本日は14日目。じゃじゃん。本日はですね、先に化粧水、そして乳液をつけました。そして、下地までなんと終わっております。そして、下地を終えた後、こちらのファンデーションも塗っております。そして、こちら、コンシーラーも塗り終わっております。さあ、今回はなぜそこまでやっているのかと言いますと、まあ、アイシャドウをメインに今日は撮っていきたいと思います。ハイライターとシューティング。さあ、これで光と影が完成しました。エクセルのアイシャドウ、はい、一番濃い色をめっちゃ好きだった。よし、これがね、中間カラーを。ウィンクがむず。こっち閉じようとするとこっちも閉じちゃうね。これ難しいわ。アイドルの人すごいわ。ここの鼻も一緒についてくる。アイライナーでした。伸びるタイプ描いていきます。あ、待って、そうだ、こっちの色でやった方がいいってこの間コメントいただいたんだ。かぶせて塗ってみます。こっちのちょっと血色がよく見えるそうなので、ちょっとこちらの明るい方で塗っていきます。はい、ちょっと次は最初からいきます。はい、で、あとこのノーズシャドウっていうところが、このね、部分、この間このシューティングでつけてたんですけど、コメントいただいたんですけど、こちらのね、ちょっとダークな色でやると、アイシャドウのね、この色でやるといいらしいので、これでちょっと今回やってみたいと思います。ポン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 って。いいんじゃないでしょうかね。な感じですね。はい、アイロー描いておきます。ちょっとアイローね、やっぱ違いますね、ないと。こんな感じですね。ということで今回こんな感じですね、うん、まあナチュラルな感じじゃないですか。アイシャドウももう少しつけてもいいのかな。あ、ちょっと韓流の兆しが見えてきたかもしれない。今日この髪型のせいかもしれないですけど、また明日も頑張りたいと思います。本日は以上で終わりたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本当にありがとうございます。チェイシーついでに恋ダンス、よいしょ。